はい、どうもー、毎日ポジティブ95回目でございます。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと新たに新企画をちょっと考えまして、その企画の内容を発表したいと思います。まず今ですね、僕がやっていること、まずこの ポジティブ居酒屋の経営者、まあ、この運営ですよね、運営が一つ、あとポジティブラガーマンというですね、漫才のお笑いコンビをやっております。来月の8月の1日に M1 の1回戦決まりましたんで、8月の1日、何時からですね僕らが出るかというのはまだ決まってないので、それも分かり次第今度連絡をします。まあ、お笑い芸人ですね、ポジティブラガーマン。そして、明日もあるんですけども、ポジティブの講演活動、講演会をやっております。毎月ですね、第3日曜日に昼の12時からやっております。これも今継続してやっていますね。もう一つ、まさにこの毎日ポジティブのこの YouTuber ですね、全然紹介数もないですし、登録者数も全然増えてないってけども、必ずこれはですね、これが実を結ぶと思ってこれもやっております。で、今レンタルポジティブ、まだで1週間に1回ぐらいですかね、依頼が入って、僕が無料であなたのために何でもしますよというですね、こと、まあ、5個あります。ここにもう一つ加えたいと思います。何を加えるかといったら、ポジティブ相談室というですね、新しいことを始めようと思います。これどういうことかといったら、やっぱりこのお店に来てですね、自分の悩み事とか、人生相談とか、単純に今考えていること、いろんなことをですね、このお店で僕にですね、相談を投げかけてくれる方がいるんですけど、やっぱり周りのお客様がいるとなかなか話しにくいとかですね、がっつり僕と喋りたいという人もいらっしゃいます。もちろん全然暇な時はがっつり喋れる時もあるんですけど、それって読めないんですよね。いつお客様が来るかもわからないですし、まあ混んでる状態であればそんながっつりなんてまずちょっと難しいと。それでもいろいろやっぱりネガティブなこととか、全然違うことでも今新たにチャレンジをしたいとか、こういうことをしたい、聞きたいとか、僕で言えばこう小さな飲食店のその開業の仕方とか、まあ、そういうのは全然僕協力もできたりとか、まあ、今まで生きてきていろんなネガティブなことをポジティブに変えた経験とか、いろんな悩み事とか、そういうもの相談事をですね、僕がなんとちゃんとお金をいただいて、その相談事をですね、僕がいろんなアドバイス、ポジティブなアドバイスをするという、そんな企画をですね新たに始めます。これはちゃんとお金を取ります。ですので、金額、さあ、いくらでやるのか。そうです。やっぱりね、無料でやるレンタルポジもありますけども、ちゃんとお金を支払って、ちゃんとした状態で、こう、僕に頼みたいっていう人も結構いらっしゃいますので、30分2000円で、2000ポジティブですね。ポジティブ高いので。はい。30分2000ポジティブで、僕ががっつり、このお店でですね、ちゃんと1対1でお話をする。そこで、僕が考えていること、アドバイス、きっかけいっぱいな、その方にあげることができると。そういう新しい新企画を明日から始めたいと思います。ただ、もちろんですね、今言うのがここの YouTube が初なので、このお店で、そういうふうに相談したかったけどできなかったこととか、今この YouTube、かなり少ないですけども、これ聞いて、ぜひとも僕に、相談したいことがあるとか、そういうことがあれば、まあ、僕の連絡先知ってたら、メッセンジャーでもいいですし、Twitter でもいいですし、LINE でもいいですし、まあ、ここの YouTube のコメント欄でもいいですし、僕に、こう、いくらでも依頼をいただければ、僕が自分の時間が空いてるこのお店の時間外でしっかりと時間を取って、30分、もちろん1時間話したい、1時間半、2時間、全然それはもうその人の気持ち次第全然変えてもいいですし、まずはこれを新しく指導しますので、もし僕とがっつりいろんな話したい、いろいろ相談事したいという方いらっしゃったら、ポジティブ相談室新たに一つ僕加えますんで、もし僕とお話をして、何かきっかけとかヒント欲しいという人がいたら、
ぜひとも僕に連絡をください。もちろん全然依頼が入らなかったとしても、まずはやってみることが僕は大切だと思うので、まずはこれを、この企画を始動いたします。ということで今日はそんなですね、お話をさせていただきました。以上、毎日ポジティブ95回目でございました。ご清聴ありがとうございました。